どうもチロスです。皆さんこんにちは、コーデーズキです。今回、僕たちは、はい、豊丸産業株式会社本社の方へお邪魔しているのですが、はい、その目的というのがズバリこちら、スーパー電薬ドラゴン伝説。こちらがね、はい、出たということで、はい、お邪魔しておりますよ。はい。あのナノシーと双璧をなしたと一般電薬の名器です。お、さすが詳しいね。はい。じゃああれだね、結構もう一般電薬の仕組みなんかも ね、 そうですね、見てる方にご説明 できたりしますか。はい、大丈夫ですよ、もうナナシーも売ってるので、うんうん、はい、もう大当たり中に次の大当たりが狙えたりとか、うん、まだまだ他にもいろいろあるんですけども、はい、そこら辺はね、やっぱ詳しいベテランの方が説明した方が分かりやすいと思うので、そっちの方がいいと思いますよ。ああ、そうですか。まあまあまあね、はい、口で説明するのはなかなか難しかったりもね、しますから、はい、その辺の一般電薬とは何ぞやみたいな部分もひっくるめて、ね、こちらの最新機種、はい、打っていきたいんですが、その前に今日はですね、なんとこちらを見てください。ドン、初代ドラゴン伝説 ZZ があるんです。初代ですね、初めて見ましたでしょ。はい、これ気がつかんかったでしょ。僕ね、君にロケ開始するまでバレないようにずっとこうやって待ってた。怪しい人じゃないですか。でしょ。そうなんですよ、これもなんか今日、ね、豊丸さん用意してくださったんですよ。はい、打ちたいですか。打ちたいです。やっぱ絶対打ちたいです。そうですか。ね、まあ言うてもね、古きを訪ね、はい、新しきを知るなんていう言葉もありますから、じゃあまず今日はこちらの初代を打ってから、こちらの最新機種を実践していきましょう。はい、じゃあまずドラゴン伝説 ZZ 打っていこう。おう、では1996年に登場した一般電薬ドラゴン伝説 ZZ 打ちながら、はい、ね、ちょっと解説していきましょう。はい、大当たり確率は191分の1、はい、で出玉は約2350玉、大当たり1回で得られます。で右打ち中にね、この スタートっていうところを通ると、はい、デジタルが回転します。で、大当たり中に再度大当たりを引くことができる可能性が約 19% となってますよ。お、リーチ7点敗で、今ね、金色の竜ですね。はい、この竜がね、いろんな色に変わることもあるんでね、その辺を注目しながら見ていきましょうね。うん、お、お、どこ？えんちゃう？はい、はい、大丈夫です。はい、好きです、こういうのでしょ。こういうの好きです。シンプルでね、いいでしょ。あ、もうこんなにね、むちゃむちゃリーチかかるような台でもないんですけど。本当ですか。うん、うわ、当たったなんだそれ。大当たりの時はどうしたの。ノーマルリーチで当たったやん。マジ右打ちですね。右、はい、で、このね、チューリップの連動で増やすんですね。当たると思わなかったです。え、当たると思わなかったね。俺もどぎもを抜かれました。本当に。でもこれ大当たり中にも抽選をしてるってことですもんね。そう、ここに入るとこのデジタルが回ります。で、リーチかかってもリーチアクションなく真ん中が止まります。で、当たるときはもうバーンパーンパーンって一発で止まるんで、ドキッとしますよ。はい、終わりです。はい、ね、で、また左打ちで、普通にデジタルを回すっていう。で、もし今運よく大当たり中にデジタルが揃えば、そこでまたこのね、チューリップパカーンと開いて出玉上乗せということになったんですね。はい、そもそもユズッキーは一般電薬は好きなの。はい、7シー打ちました。あ、そう、どうだった。結構打ってます。1回目の大当たりが多いし、うん、上乗せがあったじゃないですか。あったね。あれで結構アマデジの割にすごい出てくれるので、うん、うんうん、面白いよね。すごいよくできてたと思いますよ。そうなんですよ、大当たり中にドキドキできるのなんてあんまりないじゃないですか。ないよね。
このね2007年のね、時代にも実はね、おノーマルですね。お色が、あレインボーですかこれ。レインボー、おおお、えレインボーってもう大丈夫なんじゃないんですか。レインボーということは、ということはですよ、当たった当たったおめでとう、ありがとうございます。右打ちします。でもね、はい、ゆずっきレインボーだから当たったわけじゃないんだよ。あ、そうなんですか。でもレインボーは大丈夫なんじゃないですか。あの普通ね、あの今の世の中だったらレインボーって言えばもう当たり確定とかね、プレミアムっていうところでよく出るんですけど、はい、この台の場合は、レインボーはあくまでもチャンスアップでございます。アップ、はい、マジですか。なので、あの当たらないこともあるんですけど、はい、今はたまたまってことですか。あなたがスーパー強運だったんでおめでとう。よかった。すごいね、191分の1を引きまくりですね、はい、ありがとうございます。いやでもね、はい、なんだかんだで2回も大当たりを引いて、はい、びっくりしました。上手でしょ、ね、なかなかやるねありがとうございます、うん、一般電訳の申し子だねありがとうございます君、ね、はい、うん、まあでも十分ねこう確率が甘い割には出玉もたっぷり得られる、うん、そうですね、うん、でそれでいてあらゆる演出の数値のバランスもとてもいいということで息の長い、ね、はい、名機だったんですけど、どうです、もう1回当てられればなお良しだったんですけど。あ、そうね、右打ち中のね、そうなんですよ、連続大当たりを皆さんにお見せできればできなかったのがちょっとショックですけど、ね、演出的には大好きです、このシンプルな感じ、うん、でしょ、大好きです。あのね、本当に飽きの来ない、うん、いい台なんですよね。じゃあね、はい、そこで、今度はこちらです。2007年に登場した、続編 CRA ドラゴン伝説2部。すいません、はい、あのちょっとキリがないというか、キリがない、キリがない、なんとか、なんですか、見たいのは山々なんですけど、はいはいはい、次の方が見たいかなと、視聴者の皆様もこの最新作、そうですね、スーパー電訳、ちょっと時間的にちょっと足りん、なんだ、スーパーな電訳じゃないとダメかん、平成生まれはちょっとスーパーな電訳の方が好きな、やっぱそうか、そうか、はい、平成生まれはちょっとスーパーな電訳の方がいいかなと思うんで、ちょっとこっちはその趣味 の SNS とか、これお前これもな、右打ちするとなデジタルが回らないのに、はい、次行きます。竜の役場だけで当たりを表現したりするあさあ、それでは最新台、はい、CRA スーパー電訳ドラゴン伝説 77VN、はい、打ってきましょうかね、はい、いよいよでですね、これあのモードね、今ドラゴンモードとなってますけど、はい、2種類から選べます。ポヨッと押すとね、ドラゴンモード、カンフーレディーモードっていう両方から選べるんですけど、はい、まあ、とりあえずは ドラゴンモードで一緒にね、はい、遊びたいと思います。大当たり確率は77分の1ですからね、はい、かなり、当たりやすいスペックですね。でそれでいてね、実は大当たりの出玉も、はい、払い出しで900個弱得られます。おー、なのでね、こうすごい確率が甘い割にはなかなか出玉も一丁前な、ね、うん、量がありますんで。でこのドラゴンモードのゲーム性は実は、CRA ドラゴン伝説2とほぼ同じ、あ、そうなんですね、ゲーム性なんですね。あのこの背景の画面ですとか音ですとかも見事に再現しております。お、大群琵琶法師、あ、プレミアム、これ絶対プレミアム、ね、あの CR 平家物語の今の大群琵琶湖ちゃんで白黒ドラゴン見て見て、これプレミアムなんです。あ、普通こうですもんね、大当たり濃厚の、そう、普通金色なんですよ、白黒ドラゴン出た、すげえ嬉しいやつやったドーンね、絶対当たるんです、イエーイイエーイ、正直嬉しいです。上手、あれはしかもプレミア、いや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 、本当にちょっともう、あ、で、あ、右打ちしてください、はーいっつって右打ちして、このね
チューリップにちゃんと玉を3、4個ね入れます、はい、4個入れると、ここのねチューリップが今度開きます。4個入れます。そうすると4回この下段のチューリップが開きますんで、出玉をこれで増やします、はい、で 4×4 16回ね、合計一番下が開くということです、ね、でここのシックって書いてある、はい、ここのチャッカーを玉が通過するとこの液晶の下段のね、ミニデジタルが回転します。ここでゾロ目が出ると大当たりで、これはあの 初代のドラゴン伝説 ZZ とは違ってどこで当たっても丸ごと大当たり1回分の玉が上乗せされますからね。ナナシーだと上乗せと丸とこあたりがあったんですよ。ああそうそうそう、はい、丸とこあたりだけになったってこと。そうです、丸とこあたりで玉を増やしていくっていう、うん、そういうニュアンスですね、はい、ちなみにこの下段のミニデジタルは7でリーチに なると大当たり濃厚という噂もあります、ね、はい終わりました。初代ではレインボーになった竜ですけど、はい、あのちょっとねプレミアムと間違えるんじゃないかっていうことで、確かにこのね、続編では、ちゃんと赤紫ドラゴンみたいな色に変わってますからね、はい、はい、間違えることはないです、はい、レインボー出たらおーってなっちゃいますもんね今の子たちは。そうだけどね僕的にはやっぱりこのレインボーの くせに、うん、大当たり確定ではないっていうのがドラゴン伝説のもう味なんですよねそこはね大事にしてほしいっていう気持ちがあって、うん、でもねやっぱね豊丸さんの会社の中でも何度も会議を繰り返したらしいですよ。もうレインボーをどうするかそうですね。で結局やっぱね、分かりやすさの方を選んだということでね、はい、まあ、そういう裏話もありましたけどね。ノーマル、ノーマルリーチしかまだ見てないです私。本当マジか。あ、どうだ、おお、炎隕石来たよ。これは熱いリーチに発展するんじゃないですか。いや、ドラゴンリーチまで行くんちゃう。これは行きますか。当たったノーマルで当たったこれも右打ちすればいいですか。すげえじゃんノーマルでしたね。ノーマルだったいやこれでもねノーマルリーチで最近ね当たる台ってあんまりないですけど。そうなんですよ、このね、ドラゴン伝説77はちゃんと当たるんですね、はい、ノーマルリーチでもね。なかなか長い。お、長い。失敗してから長いです。連続大当たりのチャンスだよ。長くないですか？長いね。これはいけるんちゃう？これ、あ、当たるんちゃうけ？これ、いったんじゃないですか？さすがにこれ当たってなかったら早く変動してって思います。次早く抽選してって思いますそうだよね、本当だよね、本当ですよ止まった時にゾロ目になれば丸徳あたり。お、来たか。あ、来た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 、ランプついた、当たってました、おめでとう、ありがとうね。で、次の大当たりが始まるまで、はい、おお、ゾロ目になった、オッケー、おめでとうございます。ありがとうございます。連続大当たりゲットです。いやー、はーい、あ、次はこっちなんですね。そうですね、
で2回目の当たり以降はここですね。まずねここに、ちゃんと入れて、はい、であとはこことここの連動ですよね。この連続大当たりの期待度は約 21.4% ということなのでかなりね幸運をゲットできたという上手ですね。ことですね。ありがとうございます。これあの実写のね女の子がちょいちょい出てきますけど、はい、これあの宮原かのんちゃんっていうね、かのんちゃん空手が得意な、女優さんということ。かわいい名前ですね。かのんちゃんリーチ、残念一コマ手前か。初代リーチって書いてあるんですけど、お初代リーチ初代リーチは大当たり濃厚。マジですか。初代ドラゴン伝説 ZZ の液晶画面が現れる。さっき見たやつおめでとうございます。大当たりが約束されたと言っても本当ですか。大丈夫ですか。 OK で ございます、喜んでください。おめでとう気持ちいい気持ちいいね。やるじゃん。激しい。お、このね、大当たり中ね出てるでしょ。この実写の女の子ね。はい、この子が、宮原かのんちゃんですね。かのんちゃん、この子空手の型が本格的、うん、これ かっこいいですね。お、チェロスの台に後期。どうだ。竜王脚出た。かっこいい。カンフーレディリーチからの当たった当たった気持ちいい。よっしゃよっしゃよっしゃ、ね、やっぱね確率がね甘いですから、もうどっからでも当たりそうな感じがねしますね。今大当たり終わったんですけど、そうですね。そして今ね、このカンフーレディーモードだと大当たり終了後は宮原かのんちゃんが大活躍するリラックスモード。かわいいですね。そう、さっきまでのあの萌えなあの緑保留です。お、かわいい。かわいいですね。ゴロゴロ緑保留でしょ。緑保留、あ、ほんとだ。お、これは何か起こるんちゃうけ。激ラブゾーン。あ、ラブラブゾーンや。これ大チャンスっすよ。本当ですか。大好き言われてる。大好きって言われてる。大好きってチャンス。ドラゴンリーチ、これが、これは、あ、もうカノンちゃんめちゃ出てきとるカノンちゃんめちゃ出てきとるよ。ああ、いや行き過ぎだよ。外れた、外れたおもろいな。マジか。お、落ちてくるかな。このロゴ焼くものが落下して割れると、大当たり濃厚ね。一発告知で、おー来たー、やったやん。やったー、おめでとう。噂をすればね、これ気持ちいいですね。焼くもの、これはカンフーの方だからってことですか。そうですね。
あのドラゴンモードではないらしいです。やっぱりこうドラゴン伝説2のゲーム性を楽しみたいっていうね方は、ドラゴンモードで、ちょっと それだけでは物足りないなと、もうちょっと演出いろいろ見たいなっていう人は、カンフーレディーモードをね、はい、使い分けて遊んでもらえるといいんじゃないでしょうか。という感じで、はい、どうです、なかなか分かってきましたか。いやー面白いですね。やっぱモードが選べるのが二度おいしいですね、うん、でしょ。シンプルな、うん、もう本当に一つ一つの演出に熱くなれるパターンと、うん、あのかのんちゃんの可愛いモードとかもあったりとか、うん、はいはい、それ相応のそれに対応した曲なんかもあったりとかして、うん、そうですよね、はい、なんかこうどうしても竜ってね言うとねそうなんですよ、なんかこう萌え要素みたいなものとかがあんまりないのかと思いきや、うん、ちゃんとねその辺もバッチリ抑えられているということで、はい、幅広いねあの皆さんに楽しんでもらえるんじゃないでしょうか、うん、はい、でも僕があと思うのはやっぱりこう確率がねすごく甘い上に、そうですね、まあ、出玉もなかなかね、うん、ちゃんと得られるということで、これね短時間勝負にもすごく向いてるんじゃないかなと思いますよね、はい、だからまあお仕事が終わった後とか、うん、学校が終わった後とかにね、まあ、本当にちょっとした待ち時間とかでも一勝負できる台ですよね。まあそういう台はやっぱねちょっとこれからも、注目していくべきじゃないかなと、はい、個人的には思いますけどね、はい、早くホールで打ちたいんですけど、でしょ、はい、導入は、あ、導入はですね、はい、4月3日です。4月3日、はい、もうすぐですね。もうすぐです、はい、ね、覚えにくい人はシミとね、シミで、はい、シミの日で、ね、いや、はい、覚えやすいでしょ覚えやすい覚えやすいでしょ、覚えやすい、すごい覚えやすい、うんね、ありがとうございます。4月3日、皆さん忘れずに、はい、ね、ぜひホールで注目してもらえればと思います、はい、というわけで、はい、ドラゴン伝説が導入される来週、はい、ね、この動画の後編を公開します。あるんですね、はい、でそこではチェロス対ユズッキーの大当たり数勝負、おお勝負、はい、いいんですか、大丈夫ですか、え、私に勝てるんですか、おお強気だね大丈夫ですか、指定対決そんな感じのキャラだっけあ、そう、はい、ガチバトル行きましょうか、お、やる気満々だね、やる気満々ですよ、オッケー、はい、じゃあね、俺もね、もうなんならもしね、お父さんとかお母さん違ったら名前リュウだったかもしれませんから俺だって負けてませんよ。わかりました、はい、じゃあ皆さん来週ガチ実戦、はい、楽しみに待っててください。ではありがとう、お楽しみに。